8月26日金曜日朝です。うわ、朝一ミニゲームある。今日は昼から神どころのメニュー決めね。あれ、真田先輩何してるのかな。ん、お前か、どうした。あれ、どちらに行かれるんですか。広場だ。ラケッティングの練習をする。ボールをラケットのスイートスポットで。いや、それも聞いてよ、ブータ君に。やります、リベンジです。では始めるぞ。油断するな。集中力途切れるから。いた、よし。無理。あ、丸井先輩。おお。ガン。何日連続ガン忘れてんねん。甘味どころの話題。この間行った甘味どころのことなんですけど。うん。結構うまかったな。いや、なんか二人だけの秘密を、秘密じゃないな。二人だけのなんか共有だね。やっぱり甘味どころは、どこでもメニューの種類は同じようなものですね。そうだな。あとは和菓子の種類くらいだ。でも和菓子はさすがに職人の腕が要求されますからね。模擬店で出せるのはせいぜいくずまんじゅうぐらいです。いいんじゃねえの。うちは種類よりも味で勝負すればいいだろう。そうですね、美味しいものを食べられる方がお客さんも喜んでくれますし。そういうこと。食い物はうまい方がいいに決まってるからね。ふふ、先輩が言うと説得力ありますね。ようやく会議が終わった。これから甘味どころのメニューを決める会議ね。さて、甘味どころで出すメニューだが、主なものは挙げておいた。これ以外にどういったものがあればいいか、各地の意見を聞きたい。ぜんざい、しるこ、みつ豆、あんみつ。見てるだけでうまそう。うん、ところてんもちゃんと入っていますね。もちろんだ。ところで、あんこはどうしますか。あずきから作ります。本来ならそうしたいが、あんこは作るのが難しい。業者から仕入れた方が無難だろう。そうですね、美味しいあんこはなかなか作れませんから。質の良い業者を探してみてくれ。わかりました。ところでよ、このメニュー俺たちで作んの。当然だ。だったらあんまり難しいのはパス。それに種類も多すぎ。それほど作るのが難しいものは入っていないはずだ。そうですね、あんこさえ良質のものが手に入ればどれもそんなに難しいものじゃないです。そうなのか。だったらやってみてもいいか。メニューに関しては依存はないですね。あと抹茶を用意しませんか。お、それはいいかもしれんな。うん、抹茶？俺飲んだことね。ほんと、和菓子にはよく合いますよ。このメニューの中だとくずまんじゅうとかにおすすめです。しかし普通の人はあまり馴染みがないでしょうね。あなたはお茶の立て方を知っているんですか。いや、飲み方しか知らん。正式な流儀までは知りませんけど、基本の作法くらいなら。なんで？すごいな。俺も基本程度ならばわかる。ならば入れてみてもいいでしょう。メニューのバリエーションにも使えそうですし。わかりました、少し多めに発注しておきます。ではメニューについては以上で決定する。始めよう。いい調子だ。すごくない？やるな。いや、これはやると思う。だって僕ラケットでボーリングの球打ってんで。あ、丸井先輩。おお。ガン。あ。で、恋の話題いっちゃうらしいよ。最近思い出したんですけど、先輩誕生日の時にたくさんプレゼントもらっていませんでしたか？うん、もらったもらった。ほとんど食い物だったけどな。あの日は3年の教室に綺麗にラッピングされた箱を
持っていく人が多くてなんだろうなって思ったんです。お前はくれなかったよね。はい、だってあの頃は先輩のこと知らなかったですし。まあそうなんだけどよ、今でも受付中だぜ。え誕生日プレゼントですか？そう。さすがにもう遅すぎるからやめておきます。ちぇ、じゃあ来年は？来年はあげるよ。来年は先輩高等部じゃないですか。そっか、つまんねえな。先輩なら高等部でもたくさんもらえますよ。だといいんだがね。いや、僕からのが欲しいやろ。丸井先輩。おお、いいところに来てくれたぜ。何ですか？甘味処の買い出し、一緒に来てくれるよな？うん、いいですよ。よっしゃ、行こうぜ。それで今日は何の買い出しですか？黒蜜に使う黒砂糖。ああ、うちの冷蔵庫にめっちゃあるで。あ、でしたらいいもの知ってますよ。ん？そうか、そいつは助かるぜ。この前調べたらこの近くに沖縄産の黒糖を扱ってるお店があったんです。沖縄産っていいのか？はい、サトウキビからそのまま取った純粋な黒糖です。へえ、うまいのか？サンプルを舐めてみましたけど、深い味わいでしたよ。黒蜜にするには最適だと思います。話を聞いてると食べたくなってきたな。行こうぜそこへ。はい。なるほどな、一つ食べさせてもらったけど確かに味が濃いぜ。でしょう。これを使えば三つ飴の黒蜜は最高のものができますよ。なあ、もう一つ食っていい？もうこれが最後ですよ。サンキュー。うまい。先輩たら。今日も一日大変だったな。明日も頑張ろう。そうかな。で、楽しそうだったよ。 100% 楽しそうだったよな。おやすみなさい。うん、桐原さん、これから帰るのか？なんかね、めっちゃ出てくるよね、桐原さん。あ、桐原くん、そうだよ。じゃあ駅まで一緒に帰ろうぜ。送ってやる。いや、文太くんがおるから。うん、もしかしたらあの人と出会うかもしれないし、どうしよう。え、